サウナが好きでして、出た。<あ>会うたびにサウナいいよ。いいよって常にこうなんか <laughs> サウナの大使なんじゃないかなっていうくなんかそろそろサウナとかプロデュースしそうだなっていうくらい <laughs> 松本交代にさせてもらいました。鈴木伸之です、えー、今日はお集まりいただきありがとうございます。あのー、久しぶりのお客さんも交えたということで、あのちょっと緊張もしてますけども。あのー？ 初日無事に迎えられて嬉しい気持ちでいっぱいです今日は短い時間ですけどもよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますキャストの皆さん伺うんですけども自分の中でああそういえばこの映画撮影通してね、もしくは宣伝活動を通して継承されたななのかもしくは誰かにけ誰かなのかに継承したなと思えることってありますか鈴木さんどうなんですかね僕ちょっと撮影外のことになってしまうんですけどはい もうちょっといろんなところでお話しさせてもらってるんですけど僕サウナが好きでして出たあのーヒロナちゃんにですねあのサウナすごく気持ちいいよっていうお話を布教したところ一、はい、回だけ言ってくださったんですよですごくあすごく良かったっておっしゃってくださってそれが継承したことかなって今思ってますありがとうはいあそんなことがあったんですかサウナいいよってもう、はい、結構熱く語るんですかあの 今日もおすすめしてくれて、はい、会うたびにサウナいいよいいよって常にこうなんかサウナの大使なんじゃないかなっていうくらいなんかそろそろサウナとかプロデュースしそうだなっていうくらい<ー>でもなんか本当に説明を聞くと行きたくなるんですよだからまんまと継承されましたで行ってみたらよかったよかったよかったです<ー>すごいだからこれからも継承してほしいなと思います えさん他のキャストには全然継承しないんですかそのいやいやあのー、マッケンともあのー、僕もこういう世の中の状況が変わったら一緒に行こうってお話も、はい、約束してるんでじゃあその時は一緒に行こうよっていうねはいあなるほどねその予定です、はい、<laughs> そうですかはい、はい、渡辺さんにも一応みんなに布教していたっていうねそうです分かりました継承、はい